どうも、ラビットラの松本です。今回はですね、ちょっとあの劇場の空き時間にちょっとあのブラブラしようかなっていうね企画なんですけど、じゃあちょっと早速お目当てのお店があるんでそこに行きたいと思います。レッツゴー。最悪や。ナンバシティにね、ちょっと行きたいんですよね。ナンバシティ、うん、力行くんじゃない。ナンバシティ行かせたらこっちです。なんかブラブラしてるのをやってみようかみたいな感じでやってみたけど、まず喋ることないな。恥ずかしいが勝つ。あの最初のオープニングもやっぱ見られてましたよ。慣れなあかんな、ロケの番組とかね。そうっすよ。でそのあんまり普段、はい、時間場所とかやったら、はいはい、なんかこんなあるとか言えるんすけどね。ああ、まあ見慣れたところだと。そうね、分かってるもんな、みんな多分。いや、見てない、分かんない人もいると思うんで。お寿司はお客様の足の中に。お寿司はもちろん。2年ぐらい前の、はい、3年前、2年前の台風の時に、はいはいはい、そこの弥生軒のこの屋根、はいはい、落ちてたんですよ。この一番最初に伝えた情報それですか。これが全部落ちてました。怖っ。もっとあるでしょ。怖いな台風はね。台風怖い。台風怖い。僕よく行く店ここなんですよとか、なんかそんなことないですか。なんかね、よくネタ合わせここでするんですよとか。ああ、お世話ではないな。まあまあ、ここの米田コーヒーは来ますよ。はい、ああ、一人になりたい時。ああ、一人になりたい時、ゆっくりした時にちょっと来るみたいな。なるほど。米田コーヒーいいんですよ。おすすめの米田コーヒーのメニューなんかありますか？アイスコーヒーです。アイスコーヒー。あ、でも白ノワールはめっちゃうまいですよね。美味しいですね。白ノワール。あれはめっちゃうまい。はい。円だっつっすよ。あ、ほんまや。食べ放題っすよ。へえ。だここがそうですね。ナンバパーク、ナンバシティと、はいはい、ナンバーパークスのブランド、はい、その下のところが、はい、芸人がよう。若手の頃はネタ合わせするみたいな。ああ、してますね。こことオーキャット、はいはい、の派閥に分かれるんですけど、で僕らはオーキャット、ここでもやったことありますけど、オーキャットが多かったかな。ちょっと並んでるやん。並んでますね。これクレープもあるから。で、どうしよう俺。めっちゃ悩んでる。生クリームたっぷりクレープのこれ。はいはい、ということで生クリーム専門店ミルクさんでクレープ買いました。夢のようなクレープです、これは。いただきます。最高、もう最高の人生。昼間からあのね、ここの生クリームはなんかそのしつこくないんですよね、全然。ですっごいコクがあって、んで甘さもちょうどいい感じだから、生クリームだけを押してるからすごく食べやすいように作ってて、なんかその生クリーム食いすぎたらもう胃がもたれるから、いや、いらんわっていう人多いけど、これやったら全然いけるんですよね。めっちゃそうです。これのソフトクリームバージョン、
すごいなんか作り物みたいな形してます、ね、これすごいですよね、その巻き方というかね、巻き方が太いというか、あー濃厚、うまい、ちゃうでしょ、普通のソフトクリームと。うまいですね。まあまあ結構ね、僕その合間とかみんな飯行ったりするんですけど、結構この店来てベンチ座って食ったりしてます。まだね、あの来たことない人いたらよかったら食べてみてください。じゃあまたもうちょっとどっかブラブラして帰ろうかな。それじゃあまた。